クモさん、陸層高いっすね。<laughs> 確かにね、あれ1台でね、行かないといけないからね、普通の陸層じゃ無理でしょうね。車高も低いし、<laughs> ね。まあ保険とかもあるだろうし。まあ今回は、なんだ、えー、っとね、僕のコンサル生が、あの、2、3年前ですかね、ビットコインが多分ね、200万か100万上がった時かな。その時に、あの、8000万まで行ったんですよ。 で僕は、あの、いや、もう決済した方がいいんじゃないですか、みたいな。<laughs> やっぱだ、だからね、僕はね、あの、ダメですね。うん、だから結局今600万ぐらいでしょ <laughs>、ね、だから、あの時って、い100万いって、ばん、なんかね、多分ね、こういう動きだったんですよ。バンバンバンみたいな。 で、もう潮時じゃないですか、もうそろそろ決済しといた方がいいんじゃないですか、みたいな。なんか、まあ言ってたんですけど、あれから2、3年経って今600万なんで、まあその時にね、僕言われたのが、いや、売らないっす、みたいな。保有しときます、みたいな。ああ、そうなんですか、みたいな。いや、売っとけばいいのにな、みたいなね。今、まあ、どうなるかわかんないし、と僕は思ってたんですけど、いやー、今ね、何億円になってるかもしれないっすね。聞いてないですけど。 <laughs> うん、まあねだからそのぶっちゃけまあどうなるか分かんないですね全てまああの世間的には上がるよって言われてるかもしれないけれどもまあ下がる時もあるわけですよ何かの事情でねうんバン暴落する可能性もあるでしょうねうんだから久保さんの言うとおり仮想通貨決済に関しては結局その自分がどれぐらい欲しいのかっていうそこの やっぱその、多分これ仮想通貨というか考え方ですよね。投資に対しての考え方。結局は FX とかも、なんで負ける負ける人の多分ね、7割、8割今日は、おそらく、もうちょっと持ってれば、もうちょっと上がるんじゃないかっていう、この余剰心理みたいなね、久保さん、余剰資金じゃなくて余剰心理が、あの <laughs>、ね、あの、暴落へつながるんじゃないかなと思うんですよね。つながってると僕は思いますね。 僕ね、やっぱね、自分の気持ちがちょっと弱いんで、チキンだし弱いし、うん。だからあんまりやっぱ FX やりますけども、それは情報ビジネスを主軸としてっていうところでもあるし、やっぱね、メインにはしないですね、サブで。うん。やっぱ自分の性格上、やっぱちょっと難しいかなと。まあ、慣れればまた別かもしれないですけどね。でもやっぱり、その、ちゃんと投資、 で、利益を取っている人は、まあ、ルール通りにやってます、自分の。だから、久保さんだったら、久保さんの中でねで、人からね、もうちょっと持ってれば、もうちょっとあかんじゃねえかって言われても、いや、俺は、こういう考え方で、俺はここで決済するっていう、そのルールが守れるか守れないかで、 ちゃんと利益が取れるか取れないかっていうのはトータルですよ。トータル利益ですよ。が変わってくると僕は思います。やっぱ僕も、まあ昔ゴーストライターの時に、F、FX 株、日経2 2 5バイナリー、あとなんだまあそれぐらいですか。FX 株、日経2 2 5バイナリー。まあこんな感じですよね。投資、あの、その、あれは。まあ全部、全部やりましたよ。全部セミナーやりましたよ。なんかね。 でまあ勝ってる人の話を聞くとまあ、先生ですよねまあ本当にルールをねしっかり守ってやるっていうのがまあ当たり前のことなんですけどねうーんいや自分のロジック通りにやるっていうだこれがねマジで鉄則だと思いますでもこれは僕はやってないので結局そのルールを勉強したとしても実践ができるかどうかはまた別次元なんですよ結局はだこれが大事でだから 勉強もするんだけど実践もする。だから YouTube もそうなんだけど、<laughs> YouTube のいくら再生数を上げることを勉強したとしても、実践、現場レベルで、あ、こうやればアクセスが集まるんだっていうのを体験して、じゃあ、その仮説を立ててって、どんどんルールをしっかりこう、作っていくっていうことが大事なんですよね。みんなそのインプットしかしないですし、そのアウトプット量も少ないし、まあ、そこに気づくっていうのが、なかなかない、少ないというかね。 ずっと勝てない人は、うん、だから逆に言うとまあ僕はい、あのー、まあ久保さんも含めて反面教師だなとは思いますけどね久保さんがリスクを負ってやってくれてあこういう風うな考え方でやってるから取れるんだなっていうのを学んでるっていうねだけどやらないっていうね <laughs> だけど動画のネタにはできるしチキン野郎ですねチキン野郎で稼ぐっていうねそう だってもう久保さんから色々聞いてるので、いくらでもやってなくてもアウトプット僕できますからね。<laughs> ありがたいことで <laughs> そう。仮想通貨に関しては。だから仮想通貨はね、どうすっかな。まあちょっとわかんないですね。まあ動画のネタと企画としてやるかもしれないですけど。まあまだ僕余剰資金ないので。まあ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 まだ先の話ですね。とりあえず。余剰資金まずで,できてからと。うん。まあ40歳まで頑張って余剰資金作ってっていう。だから2000万くらい作りたいですよね。 うん。じゃあ、貯蓄が1000万ぐらいあって、残り1000万が余剰資金みたいなイメージとしては僕は。うん。まあ、2000万40まで作るっていう。まあ、これが大体僕の今の、まあ、数値ですけど。うん。だからまあ、あのー、確かに今、久保さんはね、非常にね、コンテンツビジネス、あ、でもね、これも動画聞いてて思ったんですけど、久保さんがそっちに行けば行くほど僕は勝てるなと思うんですよね。 だから僕ずっとコンテンツ売りまくってるのでやっぱスキルつくわけですよでも久保さんはやっぱインベスターの方行ってるのでまあもちろんそっちのお客さんの層は取れるかもしれないけどもこっちの層は弱くなりますよねその分だから僕が現場レベルでコンテンツを売りまくってればそのスキル作るしそれを教えることができるのでまあコンテンツビジネスをやるんだったら即可塾よりドリームアカデミアに絶対なり得ますよね 久保さん毎月商品売ってガリガリやってないじゃないですか。多分僕、コロナが終わったらセミナーもガンガンやるんで、また。全国都道、47都道府県も30都道府県ぐらいセミナーまだやってない県があるんで、それもコロナ落ち着いたらやりますから。から毎月前、前なんかコロナない時はもう毎月セミナーやってましたから、久保さんが今毎月セミナーやるってことないと思うんですよね。そういうところでまあ勝負できるなと。ね。インベスターは無理でも。コンテンツは俺だと。<laughs> だから もうあの、なんか久保さんにね、いやじゃインベスターはね、まあ、そっか、しゅかなと、まあ、コンテンツビジネスは取り上がるしかないねって言わせるっていうねそ、それはそうですよね、現場で僕、久保さん以上に多分やるので、そう、これからもセミナーやりますからね、そう、<laughs> そうなんで、あのー、違うところで、違う土俵で勝負しろっていうね、まとめていいですかね、いってらっしゃい。